話って知っていますか？そう、赤い頭巾をかぶった女の子が森の奥に住むおばあさんの家に行く途中、狼に会ってというお話ですよね。おばあさんを助けて狼のお腹に石を詰めた赤ずきんは、狼が心を改めたので、その狼と仲良しになりました。その赤ずきんも亡くなり、これはその後に一人残された赤ずきんの娘の物語です。しかし君は間違っている。何が間違ってるのよ。知りたければ教えてあげないこともない。しかしお代を払っていただけるならな。そういうこと。結局私から金を巻き上げようって言った。冗談じゃないわ。早がってすんな。お嬢さん、お代は金ではない。一日間私の質問に答えてくれさえすればよい。お前、お見合いする気ないか？え？市長さんがお前のこと見たって言ってな。あんな良い娘さんは他にない。ぜひうちの息子の嫁さんに来てもらえないかと言われてる。どうして私が？お前は女の子なんだ。一生その身を仕事に捧げなくてもいいんだよ。次期市長となる男と一緒だ。仕事をしなくても安心して生活できる。そうだろ？
もう外に出るのは難しいかと思ったが、とりあえず一安心だな。姉さん、却下。こんな時間に。なんだ。うわあ。言わせないわよ。ま
かなかいいセンスだ。服とこの服を着てであろう人に対する君の熱意が伝わってくる。そう？でもまだまだよ。これからも、もっといろんなことを吸収して、みんながあっと驚くような服を作りたいの。あなたには、本当に感謝してる。あなたが私に気づかせてくれなかったら、私は今でもずっとあのままだったと思う。本当に。